改めまして、エンジェルファンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、インダさんにやっていただきまして、はい、ここからは僕たち3人組、エンジェルハルが行きますよ、皆さん。はい。行けますか？行けるんですか？どこにですか？やめなさい、そういうの。みんな困ってるじゃない。やめなさい、そういうの。あのね、みんな楽しみグループですから、はい、あのそういう聞くグループとかじゃないですからね、はい、皆さんぜひ参加しててください。よろしくお願いします。じゃあ早速1曲目聴いてもらいましょう。 OK、 それじゃあですね、まずこのホレイという曲で一つになっていきましょう。皆さんよろしくお願いいたします。まずはクラップからちょうだい。離さない僕の想いを乗せて
晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。私素晴らしいと思う、私素晴らしいと思う、バカだよ、素晴らしいと思うよ、お前もバカだよ、ちょっと映っちゃった、映っちゃったはい、改めまして HL 春です、よろしくお願いします。知ってる方も知らない方もいるとは思いますが、もう知らない方はね、あの HL 春という札幌で活動してる春っていう名前だけでも覚えて帰っていただければなと思います。女性が一人、男性が一人、野獣が一人っていうね、あ、微妙に受けましたよ、はい、ありがとうございます。これ大体ね、あの笑っていただけるおもろいね、おもろいよな、おもあ、今おもろいっつってるよな、ちょっとピックアップして恥ずかしくなっちゃうわ。おもろいねって言った瞬間にクッと知らないふう恥ずかしいのこっちなんだよ。恥ずかしがってんじゃないですよ、こういうところでってやめてください、はい、なんでね、ぜひね、春っていう名前を覚えて、そしてこの場をね、皆さん一緒に楽しんで書いていただければなと思いますんでね。そう、じゃあ一部にもやったあの曲いきますか。やっちゃいますか。やっちゃいますか。思い出作りますか。作りますか。行ってみましょうか。行きましょう。夏を呼び戻しましょうか。あ、ごめんごめん。完全に今のはね、あうんの呼吸がなってないやつね。タークごめん、これは瞳が悪かったよね。夏を呼び戻しましょうか。巻き戻して、もう一回ちょっと今みんなの記憶をね、一回戻して、一部で聞いたふりしてね。次何ですか、一部にもやったね、はい、曲をやりましょうか。何ですか、ね、思い出作りましょうか。作っちゃいますか。夏を呼び戻しましょうか。ということで、これがライブ感でございます。皆さん、オッケー、分かってる人だらけだな、行くぞ、よろしくな、大きな波を作って楽しみましょう。みんなで一つの思い出作りますよ。サマータイムまた会いたい、何度も会いたい。
時もう無理だね。この曲ハンソンミュージック回るんだエコーか春ですから、春の一員です。ありがとうね。イエーイ。ということで、キッズダンサーを従えてのインストアツアーでございます。すごいね。こうやってなんかやっぱり、ね、ちっちゃい子も踊ってくれるっていうのはすごく嬉しいことですよね。全然会話してくれないな、これ。ちょっとめぎちゃうよ、お兄ちゃんね。楽しいからいいか。ちょっと悩んじゃった。ということで、HL 春、歌っておりますけれども、
まあ何ですかね、こう結構ね、今回2カ所目ですか。前回14日成人式の日にですね、帯広も行かせてもらったんですよ。今インガランドの方と一緒に全道ツアーみたいな感じでこういう感じで回らせてもらってるんですけれども、やっぱりね、あえてこの冬だからっていうのを今回テーマに、冬だからっていうのをテーマにね、今回のツアーを回らせてもらったんですよね。この冬だからこそ北海道らしいなと思って、それをなんかね、寒い中みんなで、ね、あったかくなって元気になれればいいかなと思って回ってるんですけれども、まあいろいろこう今回いろんな場所でいろんな曲歌いたいなと思ってるんですが、次歌う曲はね、冬の曲を一曲ここで歌おうかなと思います。やっぱりね、北海道に住んでると冬ってのはすごくね、四季がはっきりしてて分かりやすいと思うんですが、そんな冬にね、やっぱ皆さんも体感したことがあるような冬だからこその恋っていうものをね、歌った一曲がございますので、皆さんよかったらね、自分の好きな人だとか大切に思ってた人だとかね、おかげで聴いてるから嬉しいなと思います。はい、それでは聴いてください、この辺に来て。皆さんの大切な大切な人を思い浮かべながら心で聴いてください。はい、今年もまた雪が降る、染まる街並みは命の奥、季節がまた一つ巡る、合図を静かに告げる、色とりどりのイルミネーション、四季折々響く音色、街路樹はまるでファンタジー、二人を包み込む光、時計の前でよく待ったっけ、待ち合わせ場所はお決まりで、いつも僕の方が待ちぼくけ、どうしても7かじかむって、もう温める日は白く、僕は一人君を待つ、あんなにも待ちきれなかった、今なら待つよいつまでも、どんなに人が溢れる街でも、雪上がりと光の奏でるシンフォニーがシンクロし、あなたの背中すぐに見つけるわ、私の探しては一人ため息をつく、つくづく思い返すってこと、料理掃除は少しできるよ、みんなと溶け合った胸の穴は今も埋められるまま、あなたのことを愛し続けるわ、言えない気持ちは君で埋めたい、でもいらない、だから君に会いたい、これ以上ない二人の出会いを今でも白く
ありがとう。ありがとうございます。みんなと騒ぐだけの曲だけじゃなく、こうやってちょっとね、皆さんの心にも届けるような歌を歌っております、エンジェルハルです。ちょっとでもね、今日初めて見て興味が出た方は、また違う会場でも皆さんと一緒に楽しみたいと思ってますので、ぜひ名前だけでも覚えて、そして今日物販っていうものがありますんで、 CD、タオル、あとフライヤーっていう僕らのプロフィール面が書いてるホームページだったり、アメリカのブログいろいろ書いてますので、もしよかったらね、このフライヤー紙だけでもいいからもらって帰ってください。よろしくお願いします。お願いします。そんな HL ハル、時間が経つのは早いもので、お、何ですか、ラスト1曲でございます。はい、それを言われたいがために今言いました。ありがとうございます。はい、ラスト1曲はですね、はい、思いっきり騒ごうと思うんですが、はい、ですが、今粉雪っていうね、はい、冬の歌だったじゃないですか、はい、うちには冬の元気な曲もございますね。あ、今もしかして僕の知らないところで曲変えました、ね、打ち合わせにないことを今やろうとしてますね。もしかしてラスト1曲いきましょう。ああ、そうですね。じゃあ皆さんね、ラスト1曲思いっきり楽しんでいきたいと思ってますんでね、もし一緒になって楽しめる方は立ったりとか、一緒になって楽しんでもらえればなと思います。ではラスト1曲思いっきり楽しんでいきましょう。あさりきくん
初めての人ね、びっくりするかもしれないけど、これしゃがまないと終われないんで、とりあえず全員しゃがんでいてください。とりあえず一緒にしゃがむだけに、こんだけ楽しめた自分たちに大きな拍手で、もしよかったらこの後物販のところに僕らいますんで、遊びに来てもらえればなと思います。そしてまた違う場所でどこか皆さんこうやって集まってね、楽しめるような場所に提供しますんで、もしよかったら遊びに来てください。それではここまでのお相手は HL 春でした。ありがとうございます。ありがとう。